はい、ケーキングワールドです。今日は3月7日かな。もうあっという間に3月も、4分の1が過ぎましたね。早いですね、本当にね。今日のね、ケーキングワールドのテーマは、先日、まあ、アンプとかね、そういった音響関係の話をしたので、今日のテーマはね、防音というテーマで話したいと思います。防音、音を防ぐということですね。まあ、普通に家でステレオ聴いてもそうですし、まあ、特にギターとかね、弾いたりしたら、まあ、歌ってもそうですけどね、近所迷惑というのはね、よくある話でして、マンションに住んでるとね、マンションの1階の掲示板のところに、特定の方が大きな音でステレオとか歌ったりしています。お控えくださいみたいなね、こと書かれて貼られてるっていうのもね、よくあることなんですけれども、どうするか、まあちっちゃい音にするっていうのは一番いいんですけどね、まあ、なかなかそうもね、いかないというか、まあ、スタジオとかね、カラオケとかは行ってるんですけどね、そういった防音設備の整ったところでやればいいんですけれども、なかなかちょっと聞きたい、ちょっとやりたいっていう時に、やっぱり家でね、やりたいんですよね。で、どうするかというところなんですけれども、まあ、とにかく音が漏れないようにするっていうのが一番ですね。で、私はどうしているかというと、まあ、特に窓ですね、窓の防音をどうするかというところで、そこを壁並みに、音が漏れないようにどうやって工夫するかというところが一番の、まあ、見せどころかなと思ってます。まあ、一番簡単なのはね、防音のカーテンとかにね、変えてやるんですけど、防音カーテンはほとんど効果ないですね。でね、まあ、一番効果があるのはやっぱり、複層ガラスというかね、二重ガラス、ペアガラス、その辺でね、やるのが一番よくて、ガラス一枚じゃなくて、複数のガラスで音を遮っちゃうと、そんなのが一番いいですね。まあ、いいのはいいんですけれども、高いんですよね。複層ガラスに変えるとか、まあ、二重窓にするとかね、工事もいるし、まあ、いろいろ大変なんですよね、本当に。で、なかなかね、手が出ないというのが実態だと思うんですけれども、昨今ね、すごく面白いものがありまして、これは、偶然見つけたんですけれども、プラダンっていうものをね、使って、自分で、内窓を作っちゃおうというふうな、のがあります。プラダンっていうのはね、プラスチックの、段ボールでして、よく青い色とかでね、まあ、ちょっとよく使う段ボールなので、まあ、使い回しができるようにプラスチック段ボールを使ってるっていうのがよくあると思うんですけれども、大体青い、まあ、ドラえもんみたいな、ね、色の、ね、段ボール使ってますけれども、あれをね、あれのね、まあ、透明のやつとかね、まあ、ちょっと白いやつとかがありますので、そういったのを使って、うまくね、内窓にしちゃうというふうなことをやり始めた方がいらっしゃいました。で、当然、まあ、窓なので、そこだけだと、ガラスの部分だけなので、そこを、まあ、入れていくものがいりますよね。窓枠的なもの。窓枠的なものはどうするかというところなんですけれども、それはね、コードとかをね、隠すので、モールってあるじゃないですか、あれみたいなものをうまく使って、そのね、窓枠にしちゃって、それでまあ、窓の二重窓のようにしちゃう、内窓のようにしちゃうというふうなところですね。で、そうするとね、プラダンプラスモールだけなので、2,3,000円でね、まあ、安くやろうと思ったらできるみたいで、まあ、それでやってる方もいらっしゃるんですけども、私はちょっとね、もうちょっと調べましたら、それをね、一通りのね、キットにしてるやつが1万円以下であるんですね。それが江南とかそういうホームセンターで売ってまして、エコな内窓キットという名前で売ってます。だいたいプラダンコーナーのところに売ってまして、まあ、プラダンとそういう窓枠のセットでね、1万円以下ですね。で、それを私買ってきまして、自分でね、加工して作りました。で、窓にはめたらバッチリで、バッチリ窓にはまりまして、で、まあ、閉めたら本当にかなりね、防音効果がありました。で、それに加えてね、窓自身も、防音テープっていうのがね、ダイソーで売ってますので、これはもう100円なんですけれども、
その防音テープを本窓の方の、端の方にね、漏れないように貼りまして密閉しまして、その2つの効果で、音をかなり今減らしてます。で、あのプラナンなんで当然あの透明じゃないんでね、あの透明でもあの縦に線が入ってるんで、プラダンの線が入ってるんで、まあ、外は見えにくいんですが、まあ、あのそんなにね部屋が暗くなるようなこともなくて、非常に快適ですね。でそれをまああの自分で作りまして、隣の部屋に行ってみて聞いてみたら本当に音が消えたということなので、今日はね家に帰ったらそれをね皆様にお見せしようかなと思ってます。だいたいね 2,3 時間あれば作れます。本当に一番大変なのはプラダンをね切るところなんですけれども、カッターで切るところなんですけれども、そこが一番大変なんで、そこはあの家でやってるとね、あの狭いので、まあ、ちょっと怪我しちゃうかもしれないんで、ホームセンターのね工作ブームってあるじゃないですか、ああいったところでねもう買ったらすぐその場でプラダンを切るというふうにして、まあ、適切なサイズに切っちゃった方がいいですね。で周りのフレームはね、まあ、よく切れるペンチであれば切れますが、まあ、できたら、新品のねよく切れるハサミっていうのが1000円ぐらいで売ってますので、そういったのを買って、切った方がいいかなと思います。まあ、最近のよく切れるハサミって結構切れるので、それを使って切っていけば簡単に、切れていきまして、作れます。まあじゃあもうちょっとすると家なので、家に帰ったらそれを紹介します。はい、今、カインズに来たんですけれども、今からプラダン紹介しますね。ここですね、これですね、こういうやつですね。これまあちっちゃいサンプルで、ちっちゃいんですけれども、こういうキットがあります。簡単に二重窓ですね。とこういうプラダンどっかだ、これか、こういうやつですね、フレームキット。こういうのをね窓にするんですね。まあ、基本的にはこういう養生材なんですよね、プラダンってね。これを窓にのように見立てて作るというふうなものになります。こんな感じでね、まあ、カインズさんはこういうバッグ全部売ってますね。はい、これがね私が作った内窓ですね。こんな風に開きます。簡易内窓ですね。まあ本当3時間もかからなかったですね、簡単。特にまあ切るのがね、この辺やっぱりこのサイズ、ジャストサイズに切るのがねちょっと難しかったですけれども、防音効果は抜群ですね。はい、じゃあ終わります。はい、いかがでしたか今日のテイキングワールド。まあ防音もねそうなんですけどね、これ本当に温度がね下がらないというかね、暖房効率向上、冷房効率向上っていうところも非常に効果があって、やっぱり冬とかね窓の近くが寒いんですが、これ1枚あることで全然寒さが、伝わってこなくて、一回エアコンでね部屋を温めるとなかなか冷めないというふうな効果がありまして、本当に、そういったところの、まあ、投資対効果ってやつ、まあ、かなりいいと思いますね。これあることでかなり電気代が抑えられるんじゃないかなって感じがします。まあ簡単にね作れるし、まあ気に入らなかったらね、両面テープでつけてるだけなんで簡単に剥がせますし、まあ一度ねお試ししてみたらどうかなと思います。本当に。まあじゃあ今日は以上、エコな内窓キット、防音のためのエコな内窓キットの紹介でした。ありがとうございました。